皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。フッティスタ2021、今回もフォワードの選手を変更して試合の方出ていきたいと思います。まあ前節、まあ初戦なんですけど、 HOLE の2枚強力な2選手を使って勝てないというね、引き分けという結果で終わっちゃいました。はい、結構ね強い選手入れてるんですけど、まあ腕が悪いのかなと思います。はい、でさすがに勝ち点がないまま進むわけいかないので、今回も強力な2選手を用意しました。 WCCF2002-2003 の2枚なんですけど、レジェンドのラバネリとオールタイムレジェンドのジョージ・ウェアになります。もうウェアの方は山チャンネルで散々使ってきた超有料フォワード選手と、でラバネリの方もこれ2002-2003でカード化されてから、まあ、数年間かなり高値で取引されていたこちらも有料選手になります。で、まあ、とにかく勝ちに行かないといけないので、この2選手で戦っていこうと思います。はい、それではウェアとラバネリがどんな活躍をしてくれるのか、よかったら見ていってください。3のフォーメーションで対抗します。攻撃陣の光る個人技が魅力のチームです。あらばここは1人かボールを入れます。サイドを崩しクロスによる奪います。ここで相手の戦術が少し崩れたか、トラップ抑えます。奪われました。ここでのプレスが果たしてどう機能するか、両チームがお互いの様子を伺っているようにも見えますが、積極的にパスを回すよう指示を出します。ジョージウェアがキープ、ジョージウェアからロベルト・カルロス、ジョージウェアからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できる、やや危険なプレーでした。前半まだシュートを打てていない両チームです。ここからリスタートです。セレーザー、セレーザー、ゴールネットを激しく揺らしました。貴重な先制ゴールを決め、チームの士気を上げます。1対0、この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。このボールをロナウジーニョ、身長181センチ、ブラジル出身、今日は左ウィングでの起用となります。カフーがカットしました。この指示で選手たちがどう動くか、この位置でボールを奪う、セレーゾクからの得意なパスで相手の裏をつけるか、ここでどうでどうにか追いついてきます。この失点、選手たちにどう声をかけるか問われます。落ち着いて決めました。両チーム譲らない、非常に見応えのある展開になってきております。磨き抜かれたサイドからの攻撃が相手守備陣を恐怖に陥れます。このボールを相手ボールになります。パスを出す、中央へボールを受けます。飛び出しのタイミングが非常にうまい。セレーゾ自慢のパスで数々のチャンスを演出してきました。サイドを崩しクロスによる攻撃を組み立てます。ここでボールを失う、一人で行く、前線付近でボールを持ちます。ボールを奪われます。止めてパスを出す、もっと球際に厳しく行くように選手に声をかけます。ここでセレーゾ、ここでファウルを犯してしまったか。ロナウジーニョ、この位置だとキーパーもかなり警戒していることでしょう。ライン終わりました。ゴールキックになります。ゴールキックでリスタートです。カフー、ここでサイドエリアのカバーリングを担います。ボールが奪われました。カゼニーロから縦へプレスをかけるように身振り手振りで指示を出します。持っていく、奪います。スローインでリスタート、センタリングダイレクト、キーパーをついてキャッチ、ネスタ彼を抜きゴールを決めることは困難です。今前半が終わりました。
両監督何をピッチ上で表現してくるか、それぞれの采配に期待です。まもなく後半が始まります。クリスティアーノ・ロナウド、華麗なドリブルで見る者を魅了します。中央からのスルーパスを中心に相手ディフェンスラインの裏を狙います。点差は開かずに迎えた後半、勝利の女神を振り向かせるのはどちらのチームになるのでしょうか。ボールを取り返す。さあ、この戦術がここで機能するか。サイドに出す。カゼミーロからコスタ。さあ、ゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。ゴール！監督、これは悔しい逆転ゴールだ。このゴールで流れが大きく変わるかもしれません。これはよく押し込みました。この意味の大きな得点をどう守っていくか、逆に相手はどう取り返すか、さまざまな考えが両ベンチで交錯しているはずです。ファンデルサール、攻撃を広範囲で封じる守備範囲の広いキーパーです。ボールを運びます。ここで奪われた。今のファウルでホイッスルが鳴りました。さあ、これで状況が変わるのでしょうか。さあ、プレー再開です。ピルロがここは大きくクリア。奪われます。左へ送りました。左から合わせる。合わせた。ゴール！決めた！このゴールでゲームを振り出しに戻します。うまくヘディングで合わせて得点につなげています。両チーム譲らない、非常に見応えのある展開になってきております。ダバネッリ、安定したポストプレーが特徴の選手です。フェルナンジーニョ、丁寧に足元を使う。中央に出す。前へ送った。このボールを、少し危険なプレーでファウルとなりました。膠着した状況を打破できるか。さあ、プレー再開です。キーパーしっかり抑えます。ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。コスタから右へ、サイドへ送って、ここで奪ってボールを運びます。このパスは刻々と時間が過ぎていきます。ここでボールを取られる。ラインを割りました。ボールを入れます。さあ、ゴール付近でどんなプレーを見せてくれる。ダイレクトでシュート。入った。入りました。見事2点目を決めました。貴重な逆転ゴールを決め、チームの士気を上げます。ここでベンチに下がります。この意味の大きな得点をどう守っていくか、逆に相手はどう取り返すか、さまざまな考えが両ベンチで交錯しているはずです。ここでボールを失う。縦へ送って、運んでいった。中に折り返す。ここはなんとかクリア。回して、アディショナルタイム、もう時間がありません。積極的にパスを回すよう指示を出します。ジョージウェア、ライン終わりました。チャンスは続きます。ゴール前を伺います。ヘディングでしのぎます。抑えて、サイドへ送りました。ここでホイッスル。選手たちの諦めない姿勢が逆転を呼び込みました。試合も終了し、お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ。ロマンティックな笑顔がとても素敵さ。山チャンネルでも見よう、僕と二人で。
今も昔も君は永遠の天使さ。チャンネル登録よろしくお願いします。